こんにちは。ワクチンの予約、だいぶ混乱しが続いているようですけれども、特に高齢者の人では、なかなかインターネットとか使ってワクチン予約できないんではないかというふうに言われていて、家族とかが応援しているというケースが多いと思います。で、ここでは、横浜市のワクチン予約の方法についてやってみたので、結局ですね、私も最後までたどり着けなかったんですけれども、おそらくこういうふうにして最後まで進めるんじゃないかなというところで、途中のところまで今現在、2021年5月17日ですね、の、月曜日、毎週月曜日に、新しい枠が更新されるわけですけれども、その枠を、見るところまではとりあえず行けそうなので、途中までではあるんですけれども、おそらくこういうふうにしていけば最後まで行けるだろうということで、簡単なガイドみたいな、画像を作りました。ということで参考にしてもらいたいというふうに思います。で、これはまあ少し使い慣れてる人にとっては当たり前のことなんですが、どういうふうにしたらまず予約の画面にたどり着けるかということなんですけれども、まあもちろん検索の仕方とかそういうところから説明しなきゃいけないケースもあるかとは思うんですけれども、まあ検索とかそういうのはできるよと、多少のインターネットはできるよというような感じの、人に向けて、作っています。さて、ということで、まず、予約のサイトにどうやってたどり着くかということに関しては、とりあえず横浜市ワクチン予約というふうにして打ち込めば、まあもちろんこれ以外のキーワードでもいけると思いますけれども、これで多分たどり着くことができると思います。検索今これ Google 使っていますけれども、どのサイト使っても問題ないんじゃないかなというふうに思います。で、予約のいろいろ出てくるんですけれども、細かい情報に関しては、市のこのホームページなどを使って見てもらった方がいいように思うんですが、この予約サイトというところ、予約というふうに書いてあるんですけれども、これをクリックしてもらうと、予約するところの入り口にたどり着きます。で、これ、私もこれ5月17日月曜日、もうすでに午後になってしまっています。インターネットの予約サイトはあっという間に、まあ、5分ぐらいで終わったらしいというふうに、どうも朝からトライしてた人の話を聞くと、そのようになっていますけれども、とりあえず今、電話予約のみ受付になっていて、電話で予約する人はもちろんこの番号にかけるといいんですが、一切つながらないような状況がずっと続いているようです。さて、月曜日の9時にインターネットで予約トライしようと思っている人はですね、この下の方に、パソコン、スマートフォンから専用予約サイトというところがここに出てきます。これ外部サイトというふうに書いています。もしこの動画見てる人は、この画面がもし仮にね、今後変わって出てこなくなった場合には、おそらくこのアドレスをそのまんま、この URL の窓のところに打ち込んでもらえば、おそらく、たどり着くことができると思いますし、今後このアドレスが変更になる可能性はもちろんゼロではないんですが、おそらく、来週の月曜日の段階でもこれが使えるというふうに思います。想像はしています。ということで、これをクリックしてみます。そうすると、こういうふうな画面に変わります。で、もちろんこの説明をしっかり事前に、読んでおいてほしいんですが、この次にやることは、ログインに進むです。このログインに進むを押してください。そうすると画面的には一番下に行くので、下めくってもらうのと同じことです。でですね、今現在郵送で、接種券というものが届いていると思うんです。で、この人しかもちろん今のところは予約できません。で、必ずここにチェックを入れて先に進みます。ここで言ってることは、まあ今、これは月曜日の今もう午後になってるんですが、ウェブではもう予約枠が埋まってますよということが書いてあるわけなんですけれども、ここにですね、はがきに書いてある接種券の番号をここに入れてください。10桁かな？ 10 桁の番号を入れるようにしてください。そして、パスワード、ここに書いていますけれども、西暦で、お生まれの年ですね。何年生まれかと
いうのを西暦でも一回こう確認していただいて、で、その西暦の1900何十何年、そして何月何日生まれというのを8桁の数字に書き直す。1950年生まれで1月、12月の1日生まれだと1201。1桁の人は0を入れてください。5月だったらここ05ですね。こういうふうに入れてもらって、パスワードを入れるとログインすることができます。ということで、ログインしてみます。住まいの区、あるいはまあその近隣の区ですね、を選んで、絞り込んでいくのが簡単じゃないかというふうに思うので、接種の会場名いきなり入れていただいても構わないんですが、例えばまあ何区でもいいんですけれども、栄区なら栄区というふうに入れていただいて、そして検索をすると。そうすると、栄区の場合はこれ1箇所だけですね。あれですね。駅前のスポーツセンターですね。スポーツセンターのところが出てきます。それから、あと、例えば他の区ですね。江南区とか選んでみましょうか。江南区とかだと3箇所会場が選べるようになっているので、お住まいのところに近いところを選んで、ここにこうやってクリックを例えば入れます。それから、あと、ここ集団の接種会場と個別接種会場というのが一応こう区分けして書かれているので、それも参考にしていただくといいと思います。じゃ、例えば、江南スポーツセンターのところを選んでみましょうか。で、接種会場を予約というふうにすると、そうするとカレンダーが出てきます。で、カレンダーを見ると、これ今5月ですね。5月、こうやって接種日が、まあ大抵の会場は週3回か4回ぐらいに、接種が、日程が、こう曜日がね、決まっているところがどうも多いようですが、このように5月の日程で、こう、×が出ているところはもうすでに予約が埋まっているところ、ということになるので、例えば、6月、来月見てみようかということになると、この右側を押すと来月になるんですが、これ残念ながら6月も全部、もう30日まで全部埋まってしまっています。7月を見ると、もう7月の10日まで全部埋まってしまってるんですね。ということで、受けられるのは7月11日以降だろうということになるわけです。ということで、ここまでしか現在、これ全ての会場において、今現在では、全て埋まってるという状況になっていまして、残念ながら先へ進むことができないんですが、おそらく、もし、予約する余地があった場合は、予約ありのこの丸ですね。丸ないし三角ですね。がここに表示されていて、そこを選ぶときっと先に進めるようになっていて、予約ができるんじゃないかというふうに思います。残念ながら今ここまでしかできないんですが、少なくともここで、希望の、まあ希望といってもおそらくほとんど空いてるところがないんだと思うので、選択の余地はほぼないんだと思うんですが、希望の会場、そして日程を選んでやると、そうすると先へきっと進めるのだろうというふうに思います。で、そして、それが完了したら予約登録に進むというふうにしてやれば、先に進むことができて、おそらくもうこの後は特に入れる情報がほとんどありませんので、これで予約が完了すると。確認、おそらく確認の画面ぐらいが出て予約完了するんではないかというふうに思います。そしてですね、言い忘れましたが、最初のログインですね。一番初めてログインした時には、まずはメールアドレスを登録してくださいという画面が出てきます。これはもうすでにちょっと登録してしまったので画面出てこないんですけれども、メールアドレスを登録してくださいというふうに出てくるので、そこで、ご自身の連絡が取れるメールアドレスを2箇所に入れていただくと。で、入れて OK というふうにすると、そこのメールアドレス宛てに、確認のメールが行きます。で、確認のメールに、URL、リンク先が書いてあるので、そこをクリックして、もう一度、先ほどのですね、ログインの番号ありましたね、接種の番号、接種券の番号と生年月日を入れていただくと。いうことで先に進むことができるようになりますし、一回そのメールアドレスが向こうに、認識されたら、この後はメールアドレス聞いてくることがありませんので、これで何度でもトライすることができます。
ということで、おそらく、最後まで残念ながら行くことができなくて、一番最後までの、方法をお見せすることができないんですけれども、この方法で、予約ができると思います。参考にしていただいて、うまく予約が取れることを祈っております。私自身も家族の分が取れていません。なんとかしたいというふうに思っているところです。もちろん電話をかけるというのも一つの手ではありますね。今後ちょっとどういうふうにこの予約ないし会場が変化していくかは分かりませんけれども、2021年5月17日の段階、現状ではこういうふうになっています。参考にしていただければというふうに思います。以上です。